六本木ヒルズから見た、広ガーデンヒルズ、広ガーデンヒルズは、東京都渋谷区広尾に所在する大規模マンションである。住友不動産、三井不動産、三菱事所、第一生命保険の4社共同開発によって、1987年2月に全体が竣工した。第29回、BCS 賞を受賞。 北西方向の隣接地には2009年以降、新たな大規模マンション、広ガーデンフォレストが順次竣工しており、本校では同マンションについても記述する。1972年末、渋谷区広尾の堀田た中上の屋敷跡に位置する日本赤十字社医療センターが老朽化したため、日本赤十字社が敷地の半分に、 新しい病院棟を建設する目的で事業プロポーザルを実施。住友不動産、三井不動産、三菱住所、第一生命保険の4社共同事業体の提案が選定された。4社共同事業体が選定された理由は、計画案全体が住宅建設という公共性を持ったプロジェクト内容という日赤側の趣旨に見合ったものだったからである。 しかし、日赤の不動産ビジネスに対する無知のため、市場価格の半値程度で敷地を手放していると、日本赤十字社医療センター委員長を務めた、幕内正都氏が明かしている。当初のプロジェクトの全体計画案は遠藤、建築設計事務所によるもので、いずれも超高層の住居棟3棟を建設するというものだった。ところが、 土地取得後の1年後に第一次オイルショックが発生。それによって計画案は見直さざるを得なくなり、新規計画案は遠藤建築設計事務所と三菱務所設計管理部門の共同で行われ、1975年にマスタープランの原型が完成した。その後、1981年11月に敷地の整備工事を着工。翌年11月、 イーストヒル ABC 棟の第一期分譲が開始され、1987年2月に全体竣工を迎えた。施向は、清水建設をはじめとする共同企業体が担当した。土地代を除く、総工費は約400億円。ヒローガーデンヒルズは、起伏に富んだ約6.6ヘクタールの敷地に2から3棟ごとに、同じデザインコンセプトで建設された。 ヒルと呼ばれる単位に分けられており、5つのヒルに全15棟、合計1181個が設けられたほか、管理センター、スーパーマーケット、三菱 UFJ 銀行 ATM、委員も配された。また各ヒルには、共有部分として遊歩道、庭園が設けられ、植栽スペースが広がり、設置率75%の駐車場の大半が、建物と庭園の地下に設けられている。 管理業務は賃貸の M 棟のみが、総合住宅、他は、住友不動産建物サービスが受託している。各戸の間取りは53.4から362.2平方メートルであり、新築時の分譲価格は8000万円マイナス4.9億円であった。発売当初から高い人気を得て、即日完売、抽選倍率平均40.8倍。 最高倍率209倍を記録した。また、完成後にはバブル景気が到来し、新築時に76から127万円、平方メートル程度であった価格は、中古市場で最高900万円、平方メートル程度にまで跳ね上がった。東京ではよく知られた、超高額の、いわゆる、ヴィンテージマンションの筆頭格であり、緑豊か,かで落ち着いた。 住環境の良さなどが評価され、竣工以来現在まで中古市場で高い人気を維持している。最寄り駅は東京メトロ日比谷線広駅で最も駅に近い棟で徒歩約5分。広ガーデンヒルズの案内板、ヒルと呼ばれる5つの区域は、それぞれ独自のコンセプトに基づいて設計されており、異なる時期に竣工している。中古市場においては、胸ごとに、 価格相場に相違があり、サウスヒルとセンターヒルの人気が特に高いとされる。イーストヒル・サウスヒルとともに最も広駅に近い部分に位置しており、東側の高層階からは外縁に指導里方面越しに東京タワーやアリス川の宮記念公園などが望める。サウスヒル括弧の広さ、質感、安全面のすべてにおいて、他のヒルよりも優越しており、 ガーデンヒルズ内でも別格との評価もある。また、胸別には中でも D 胸の人気が最も高いとも言われる。サウスヒルは警備員が常駐する専用ゲートを備えているほか、駐車場縁率も100%超となっている。センターヒル敷地中央にあり、他の世にヒルに囲まれる位置となっている。しかしながら、灰胸が考慮されているため眺望が良く、むしろ、 ガーデンヒルズの風情そのものを借景にできる最高の位置であるとの評価もある。ウエストヒル黄色系の外壁タイルや丸型ガラスの窓など5つのヒルの中でも独特の雰囲気を持つノースヒルファミリータイプ中心の堅実な仕様となっている。全員ヒルの中でも敷地内の樹木が最も豊か、また広北公園にも直結しているため、 都心とは思えないほど自然を身近に感じられるヒルと評価が高い。ただし、広尾駅からは最も遠くに位置しており、駐車場不率も約40%と低い。また、M 棟は第一生命のプロジェクトによる賃貸棟となっており、完成後、その所有は相互住宅に移り、同社が賃貸経営を行っている。 2008年11月から2013年7月にかけ、広ーガーデンヒルズの北西隣接地に竣工した大規模マンションが広ーガーデンフォレストである。日赤医療センター搭載整備のための資金を必要としていた日赤が自社所有地を水保信宅銀行に定期借地として提供、同行と定期借地契約を締結した三井不動産レジデンシャルと 三菱辞所レジデンスの2社がマンション開発、分譲を行うスキームとなっている。この日赤と水保新宅との間で交わされている契約について事業を決定後に日赤医療センター委員長に就任した幕内正都氏は定期借地料として住友不動産からは400億円を提示されたにもかかわらず241億円しか 出さない水保新宅銀行と契約した疲労の高台にある土地の価値を川沿いの低地の相場で算定しているなどと主に日赤側の不可解さ、不明老さを批判している。設計は三菱辞書設計、思考は鹿島建設が手掛け駐車場をすべて地下化することで車両と歩行者の動線を分離。さらに高度なセキュリティ体制構築のため 人や車の出入り口を4カ所に限定するゲートセキュリティを導入している。このほか日本赤十字医療センターとの医療連携サービス実現のため、医療センター内に専用電話回線を開設して、健康相談等ににたる仕組みも構築した。マンションの敷地、共有部分に関しては、日赤の関係者や業務旨利用者も使用することが明記されている。 桜レジデンス、風レジデンス、白樺レジデンス、椿レジデンスと名付けられた全8棟のマンションに、事業協力者用、10個34個を含む合計674個が、廃されているほか、郵便局なども入居する、業務棟も設けられている。管理業務は、三井不動産住宅サービスが受託する。マンションの権利形態は、敷地が定期借地権の準共有。 建物が区分所有となり、所有者は別途、月額の時代を支払うほか、管理組合として将来の建物解体費用支出に備えた解体準備席流金を積み立てる必要がある。定期借地権の存続期間は2063年8月までであり、それまでに建物を解体、さらちにして日席に返却する義務がある。期間延長は、 一切認められない契約となっており、日赤は返却後に、本土地を将来の新病院建築地として利用するという、旧町名は渋谷区宮代町。宮代町は1966年の住居表示施行により、渋谷区広労の一部となった。2011年6月27日時点の広労ガーデンフォレスト物件概要、椿レジデンス予告概要による、 ありがとうございます。